広告で、こんなゲーム見つけました。スケボーに乗った少年が、黒いムチを車にくっつけて、加速、そして次の車にムチをくっつける、なんという斬新なゲームなのでしょうか。スパイダーマンじゃねえか。まずは練習、車をタップすると、ムチがくっついて、引っ張られる。もう一度タップすると、外れます。かなりスピード感あるゲームだぜ。歩道橋にもムチがくっつくようですね。標識もいけるぜ。階段は登れるかな？階段でジャンプは無理だったな。では、レース開始。これレースゲームだったのかよ。対戦相手は二人、目の前にジャンプ台あるので、標識を利用して、大ジャンプだー。大ジャンプするとグライダーが出てきます。グライダー使いながらムチ出たぜ。ムチで加速するのが一番早いですからね。ぶつかるとスピードはかなり落ちるぜ。ムチは、斜めに発射した方がいいかも。当たりまくってんじゃねえか。ゴール。あらあら、ヘリコプターさん、簡単に飛べるようになったぞー。ヘリコプターたくさんいるから、空中で移動しやすくなったな。さすがにトンネル入るとヘリコプター使えません。トンネルは車が密集してるぜ。さて、こっからまたヘリコプター、ゴールまではあとちょっと。グライダーで飛んだままゴール届きます。いけな、なんだってゴール前に足の木あるのかよ。サーフボードに乗りました。ステージ海もあったのか。他の人たちは電動のボート、ジャンプ台がなぜかありました。ならグライダー使えるぜ。海は広々してていいですね。横幅制限あるだろうけどな。ヘリもいましたね。なら海にいても飛べるぜ。海は対向車が全くいないので、すごく快適に進めます。海だからな。ゴール。ヘリコプターがいるステージでレース開始。対戦相手は二人、ヘリコプター少し遠くにいるぜ。なので、まずは近場の車で加速。もう一台、ジャンプ台を絡めて車の上、そしてヘリコプターで空中移動だーと思ったら近くにヘリがいませんでした。ヘリは密集してるとこと閑散としてるとこあるからな。近すぎるヘリにムチ飛ばしても、ほぼ加速なし。グライダーでさらなる加速。グライダーはぶつかる心配なく加速できるぜ。だいぶ後ろと差をつけました。もう負けないな。この勢いのままぶっちぎっていきましょう。空中移動はジャンプ台利用が楽だぜ。もうムチ使わなくて大丈夫ですね。ゴー